はい、こんばんは。今回もね、レイヤーソフィア2続きやっていきたいと思います。はい、ということで、前回はですね、まあ特に何事もなくというわけではなく、化け物にね襲われたりしながらね、この、財宝がね眠るところまでやってきました。今回はねその続きをやっていきたいと思います。はい、ということでね、ここになんかあるのでこれ取りましょう。もうダメだ、食べ物なんて見つかりっこない。ジェームス、私を見て、全僕のせいだ。こっちを見てってば。私は船長のペインズ、またの名をブラックワンダラ。サイクロプスを打ち倒せし、私たちに不可能はない。この言葉を信じなさい。サイクロプスっていう言葉が出てきたね。なんだろう、サイクロプス。いや、すごい金貨だな。なんかね、こういうのをね、子供の頃はね、集めるの、すごい好きだったね。なんかね、100均で売ってるさ、なんだっけ、ダイヤみたいなのとかさ、また聖杯があるな。ね、そういうのって結構なんか、100均で売ってるさ、ダイヤのみたいなのとかも、結構集めたりするのがね、好きだったんだよね。なんか終わりそうなね、音楽流れてるけど大丈夫？なんかすごい終わりそうな音楽流れてるけど、ついにこれ聖杯取れるのか？取りますよ。取れなかった。取れなくて、何これ、魚の死骸？こんなところ歩いてたの？いや、何これ、なんか、さあ、主人公は何、薬かなんかやってんのか？なんかね、この、ね、魚の死骸の山が、ね、金貨の山に見えるぐらい、もうなんか、ね、薬やっちゃってんのかな？そういうこと？うん。レイヤーソフィアのさ、狂った画家の、ね、あれも確か、なんか、そんな感じだったよね。なんか、薬、飲みすぎて、どうたらこうたらみたいな。どうたらこうたら、うん。まあ、そんな感じのね、ストーリーだったような気がするんだけど。セーブ入ったね。読み物あるね。二等機関士より食料管理官殿。命令に従ってやっているのだろうし、あなたを軽視するつもりはない。けれども、警備長のやり方は理不尽だ。盗まれさえ知らなければ、食料を全部腐らせても構わないのか。とにかく、みんな落ち着きをなくしつつある。シフトは長く、食料は減らされ、それでいて仕事には全力を尽くせたなんて。自分の部下のことはよーくわかっている。みんな真っ当な奴らで不正を憎んでいる。盗っ人なんて誰一人いない。だけど、誰だってお腹を空かせて、いよいよとなったら何をするかわからないよ。ほんとそれな？うん。確かに、そのね、盗まれないように工夫をするっていうのはすごく大事だけど、それで、ね、みんなにさ、そういう風になっちゃうのはよろしくないよね。うん。開かないよね。開かないよね。あ、電気ついた。こっちか。行きましょう。うん。だからみんなね、食料を探してるわけだよね。あれだけの魚がね、あったら、食い放題だよね。食い放題、パケ放題だよ。ネズミか。かわいいな、ネズミ。こうやって見ると、ね、かわいいな。ね。結構ね、こういうの好きだから。ここに食べ物があるような。早く、行かなきゃ。あ！今のは、こっちか！ジェームズ、走って！ん？何？え？ん？え？ん？おお。この時は行っちゃダメかな？この時に行こう。やばい。なるほど。そういうことか。だからこれ、木箱とかあんのね。なるほど。よし、行こう。待ってね、嫌な感じする。
これなんだろう、炎なのかな。よし、行こう行こう。オッケー、いけた。よし。え、なんか、色を戻してくんないかな。ね、白黒だと本当に見づらいんだよな。暗。暗すぎる。あ、上がる。待って待って待って。あっぶねえ。なにこれ。行っちゃうよ。危な。よいしょ。危ない。痛い。すげえ痛い。なにこれ。やばい。どうなってんのこれ。どこに行けばいいの。急げ急げ。あそこか。だけど、これ間に合わない。危ない。あそこか。間に合うかこれ。走れ。危ねえ、間に合った。よし。ここは危ねえ。お、え？ん、何？失礼。お邪魔しますよ。なんかある？やばいかも。この部屋の中まで来るのかこれ。あれ気になるな。これ。都心の、心臓部、鼓動が止まっている、失敗したんだ。待ってくれ。危ね。危なかった今。これ、時が止まんないんだ。アイテム取ってる時。危ね。お邪魔しました。危ね。死んだかと思った。いや、やり直しだけは本当に勘弁。うん。おっと、危ね。これ、危ねえ。これか。ん？まるで私が。待って。大丈夫？大丈夫か？おお、すげえな。よいしょ。くるん。私は存在したことなどなかった。存在自体を消してるとかそういうこと？これ回しますよ。なにこれ？釣ったね。釣りましたね。釣ったっていうか、うん。身長伸ばし始めたね。私たちの宝物を覚えてる？そう遠くないわ。こっち。宝物？うん。身長短かったんだろうね。お、ん？ん？なんだろう。宝物？あ、なんかある。あ、はしごか。わかんなかった。うわ、これまだ。なにこれ。手と足？うわ、これやばそう。大丈夫？すごい音してんね。おい、やべ。あぶねえ。で、これか。キリングジョーク。危ない。ゆっくり見てられない。よいしょ。光に踏み入れろ。危ない。ああ、でもしゃがんでれば大丈夫そうだけど、どう？よいしょ。お！危ない。お？レバーちょっと引けてなかったか。うん。光に足を踏み入れろってそういうことか。足場なかったんだ今。いや普通にさ、やばいと思ってそっちばっか見てたからな。よかったよかった。いけたね。お、危ね。めっちゃ壊すじゃん。
よいしょ、急げ急げ。死ぬ方がやばい。うわ、すごいな。何これ。あ、ライトを照ら、ライトでやってんのか。で、これか。大丈夫、入っても。お邪魔します。ん？カーテン？何これ。暗い。あ、入浴中だったのね。失礼しました。失礼しました。あ、閉められない。閉められない。ん？これは？ん？引っこ抜いちゃったけど？いいの？あ、開かないな。何かあるな、これ。何かある。ん？刺すところがあるのか？ん？あ、いや、これさ、もしかしてさ、そういうこと？はい。あ、やっぱそういうことか。やったね、ハーディさん。さあ、行って。そういうことだよね、やっぱりね。うん。いや、なんか、ね。多分さ、またなんか、あ、ぶなーぶねー。いや、気がついてよかった。あ、ぶねー。大丈夫これ、近づいて。炎来てんだけど、しゃがんでれば大丈夫か。めっちゃブニブニしてる。ね、なんかさ、ね、ビリビリしてるものプラスお風呂でさ、使ってる人いるってさ、なんかもう、そういうことだよねっていう感じだよね。おお、すごい扉だな。お邪魔します。暗いよ、ほんとに。あ、テレビ見てんのね。ちょっと砂嵐だから、変えるね。お、撃たれてる。気をつけて。何かが来るわ。止まっちゃダメよ。あ、もう、そういうことかよ。そういうことかよ。もう、死とは恐ろしいものだ。そうだね。さあ、それではもう一回やっていきましょう。いやー、もう本当にね、押して、止まるなよ、俺。止まるな。立ち止まらないで、走って行く。さあ、逃げろ、逃げろ。よいしょ。あともう少し、もう少しよ。もう少し。さあ、走って。ん？待って、走ってるけど。暗っ。ん？あ、読み込んでる？お？お、逃げ切ったのか？逃げ切ったっぽいね。あ、よかったー。行けましたね。これは？あ、来たー。ブラッディールート。ようやく来たね。ということは、これ多分開けると、自分の部屋に戻れるのかな？これ。よいしょ。よいしょ。ああ、そうだね。戻ってきたね。戻って、ん？何の音？戻ってきましたね。リンゴが置いてある。薬。家は、壁と、なんて読むのこれ。よいしょ。故郷は恐怖と夢でできている。うん。じゃあ、このフィルム見ましょうか。あと何個で終わりなんだっけ？よっしゃ、見ましょう。よいしょ。これね。よいしょ。ん？はい。
首がないぞ。ドゥラハンかな。What's past is prologue. 過ぎ去ったものはプロローグだ。What's seeped 地面に染み込んでいったものは、炎のための燃料である。The lifeblood for the source of existence. 存在の、根の元である。源であるか。根は強く張って基盤となる。しかしねじれることもある。絡まってしまう。人を動けなくする。下に引きずり込む。空気から引き離す。光から引き離す。そして人はやがて枯れてしまう。永遠に苦しみながら、あったかもしれない未来を想像しながら、ね、ねって言ってるね。それは断ち切らなければならないものだ。真に自由になるために。お、チャプター3が終わったのかな、これで。うん、これで、ちょっと待ってね。見えない。あ、これで3番目だから、1、2、3。で、次が最後臭いよね。なんかすごいなんか、ね。やっぱり、レイヤーソフィアだからさ、もう最後になるにつれて、すごいなんか、ね、包丁とか、ね、すごいことになってるね。役作り、内面を除く、状況、背景、私はなぜここにいる、現在は過去に根ざしている。うん。どういうことなんでしょうかね。そしたら、あ、そこがいけるようになってるな。これか。そういうことだよね。じゃあ、行きましょうか。ほい。お？もう上は戻れないな。よし、行きましょう。最後ですね、おそらく。What are you doing? 何してるの？ほら、耳を当ててみて。波の音が聞こえるでしょ？ But how does it do that? わあ、でもなんで？海なんてここに入りきらないよ。海の魂よ。海の強さ、穏やかさ、それから自由が閉じ込められている。だから生き続けられる。永遠に。うん。これ確かホラガイだよね、確かね。ホラガイになんか耳を当てると、なんかね、海の音が聞こえるとかなんとかって、ね、聞いたりするけど、俺ね、聞いたことないから、ね、実際に聞こえるのか、ね、気になるんだよね。セーブ入ったね。セーブ入ったけど、降りていい？よいしょ。そろそろなんか本格的にね、襲ってきそうだけど。まあもう襲ってきてはいるんだけどね。襲ってきてはいるんだけど、さらになんか、うん、襲ってきそう。ん、え？いや、待てよ。これさ、ちょい待ち、これさ、視点が、子供目線になってる。うん、低い視点が。これがしゃがんでる状態。これ立ってる状態。ね、低いよね。子供に戻ってる。え、なに？アポトキシン4869でも飲んだ？え、飲んだこれ。え、ちっちゃくなってる。え、アポトキシンでも飲んだのかこれ。開かないな。開かない。うん。お、ラジオか。そっちは開かない。キッチンの鍵。オッケー。来て正解だったね。明日新しいフィルムを送る。海賊映画だ。アメコードムが好きって聞いたからな。うまいこと流してくれよ。上映回数が多ければ、もっと多くの客が来る。それはつまり、
俺がお前に金を払い続ける理由になる。うん。キッチン、あ。そっちが正規ルートか？そっちが正規ルートなのか？下が気になるんだけど。鍵があったってことはそっち正規ルートだよね。そうだよね。オッケーオッケー。じゃあ、そっち行きましょう。いや、動きが早い。Come, faithful servant. For tonight we brew. いや、低いな。A ghoulish concoction. 何これ？ The world's strangest stew. ん？なんか入れるのかな、これ。なんかある？よいしょ。ん？何これ？見えない。見えない。宝珠バーリー。大食い男。本当に大食い。だから彼も、方眼みたいに丸々してる。それでなんと、危うく彼の手で彼自身を、大砲から撃とうとしてた。なるほどね。太ってるから、もう、ね、大砲として撃ち込んじまえ、みたいな。そういう感じなのね。で、で、ん？なんか鍋に入れんじゃないの？あ、色合いが変わった。あ、首なしだね。何これ？脳みそ？干からびたのは悲しみのせい。狂気によって破壊され、罪によって腐敗した。だから脳みそだよね、これね。え、何？脳みそで開くね。脳みそ持ったけど、開かない。開く。これ、あれか。これ脳みそ入れんのかな、この中に。はい。はい。うん。ということは、おそらく、内臓とか、目玉とか、そういうのが手に入るのかな？そういうことだと、思うな、これ。ね。血だらけなんだけど。ん？何？動けない。やばいか、これ。やばいのか？ん？やばくない？ん？いや、目線が低すぎて、何これ？憧れによって、空虚を知り、かつては磨かれ、滑らかであったそれも、今やすべての輝きをなくした。心臓か。なるほど。OK。心臓を手に入れましたね。まあ、一個ずつ運んでもいいけど、というか、時間がいいぐらいだな。なんかいるぞ。お、え？やばいんじゃないか、これ。あ？え、いいの？取りますよ。紛争で引き裂かれ、戦争で破壊され、表面は、痛み、芯までねじれ曲がっている。うん。おお。なんぞ？大丈夫？死にたくないよ。あ、近づけないのね。了解。OK。じゃあ、これで全部揃ったから、全部入れれば、奥の扉が開くのかな、これで。入れます。よいしょ。ほい。で、心臓も入れると。はい。ブクブク泡立って震えてる。けだもの、覚醒したんだわ。覚醒した？何かいるのか、化け物が。何かいるの？さっきのでかいやつ？
え、何これ、パイプオルガンみたい。パイプオルガンみたいじゃない、なんか。ね。お邪魔します。ジェームス、見て。お父さんが、ブラックワンダラーを上映してる。あ、これがブラックワンダラーか。セーブ入ったね。あ、どうしようかな。セーブ入って、ちょっとキリいいから、ちょっとこの辺にしとこっか。ムービーズオーマイストーバー。もう少しで映画が終わるわ。行きましょう。寝室の鍵。オッケー。じゃあ、とりあえず、ちょっとね、寝室の鍵取っちゃいましたけど、とりあえず、今回のパートはこの辺で終わりにしておきましょうか。はい、ということで、今回もですね、最後までご視聴本当にありがとうございます。よければですね、高評価やチャンネル登録など、ぜひともよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。